1945年2月、1ヶ月続いたビスワオーデル攻勢の結果、ドイツ軍はポーランドから追い出され、ベルリンまで80キロ地点まで後退していた。圧倒的な兵力差をもってソ連軍がそのままベルリンになだれ込むかと思われたが、補給不足や側面からの攻撃に警戒し、ソ連軍はここで進軍を停止。事実ドイツ側は突出部のソ連軍を包囲すべく存連演で作戦を実施、ソ連軍はより一層側面を警戒することに。またここまで慎重であることは間違いなくスターリンの意思によるものだと思われる。何せ25年前にテキストのワルシャワにまで迫りながら、ここで敗北し戦争の主導権を奪われる。いわゆる、イスワ川の奇跡、の当事者にはスターリンも含まれており、この二の前にならないよう慎重になっていることが容易に予想できる。そのためソ連軍は未だ頑強な抵抗を続けるフォンメルン方面のドイツ軍を排除し、その後一気にベルリンを叩くことにした。これはベルリン正面を防衛するアイクセル軍集団にとっては幸運であり、1月以来崩壊していた軍の再編成や防御陣地構築のための時間を取ることができるようになった。3月末までにソ連軍は東プロイセンの大部分を掌握、またベルリンへの鉄道と道路の起点であるキュストリンも、約2ヶ月にわたる激戦の後守備隊が降伏、これでソ連軍の進撃を阻むものがなくなり、ついにベルリン攻略に手をかけることとなる。ベルリン攻略に用いられる部隊は北から第2白ロシア方面軍、第1白ロシア方面軍、第1ウクライナ方面軍の3個軍。兵員約250万、戦車約6000両、航空機約7500機、対象火砲約4万門であった。ゼイロー正面の第1白ロシア方面軍に限定しても兵員90万8000人、戦車3155両、火砲1万7482門である。これに対峙するアイクセル軍集団配下のドイツ第9軍に限定すると兵員12万9151人、戦車512両、火砲1602門であり圧倒的に劣勢であった。また人員も国防軍、親衛隊、国民突撃隊、警察など各組織よりかき集めた雑多なもので年齢も少年から中年まで。装備も一次大戦のものから露飼したものまで使っており、まさにマッチという様相であった。だがこの最後の兵力といっても差し支えない軍集団はこの時期のドイツ軍としては強力で、また本土防衛という性質上簡単には攻略できないと予想できる。もちろんソ連側指揮官重国もこれを承知していたが、彼はゼイローにドイツ軍主力が集結しているのを好機と見た。なぜならばこの兵力がベルリンでスターリングラードのように徹底抗戦すれば攻略に手間取るが、ベルリン守備隊となるわずだったこの最後の兵力を野戦で殲滅してしまえば容易にベルリンが手に入ると考えたのである。そのため圧倒的な火力でドイツ軍陣地を砲撃し、その後強大な兵力で陣地を奪取しそのままベルリンを占領する計画を立てた。この計画によると攻撃初日にゼイローを攻略、6日目にはベルリンを占領、そして11日目にはエルベ川まで到達するとある。これに対しドイツ側は前述した通り全ての面においてソ連側に劣り、この方面を防衛するアイクセル軍集団の指揮官であるハインリーチに取れる策はもはや陣地を構築する以外になかった。彼の命令を受け配下の3個軍は約1ヶ月にわたり陣地構築に注力。特にキュストリン・ベルリン間の交通網を遮断している第9軍は3層にわたる強力な防衛線を築き、第1線はオーデル川の湿地帯に、第2線はゼイロー高地周辺、第3線はニュンヒベルク高地周辺に築かれた。主防衛線である第2線には幅 3.5 メートル、深さ3メートルの対戦車壕が掘られているほか、主要部位には駆逐戦車50両、3個野戦砲兵大隊と4個高射砲連隊が展開し、1キロあたり約200門の火砲が展開していた。また雪解け水により増水したオーデル川を氾濫させ、川と第2防衛線の間を湿地帯に変え、第1線と第2線の間にある無数の水路も増水により強力な防衛設備となった。4月16日午前3時、約2日にわたる威力偵察の後、約4万門の火砲による砲撃が始まった。これに加え夜間爆撃機約100機が偵察により判明した司令部や通信網を破壊すべく爆撃を実施。ゼイロー高地の戦いの始まりである。予定よりも4万発も多い123万6千発もの砲弾がドイツ陣地に叩き込まれた後、5時30分より4個軍がわずか44キロの幅でドイツ軍陣地めがけ突撃。またこれを支援するために143個のサーチライトがドイツ軍陣地をさんさんと照らしていた。攻撃開始直後ソ連軍は大きな抵抗なく第一防衛線を占領。
続いて第二防衛線への攻撃を始めようとしたその瞬間、殲滅されたはずのドイツ軍が突如出現し、ソ連軍に猛攻撃を加える。装甲車両は黎明に足を取られ歩兵との連携が取れず、さらに悪いことに前述したサーチライトが攻撃するソ連兵のシルエットを映し出し、むしろドイツ側を支援する形となった。また遅れて到着した装甲車両は高地に突撃するも高所から撃ち下ろされる形となり、回避もできず次々と撃破される。この時点で泥濘を構成初日で脱出するという計画はもろく崩れ去った。出鼻で砲撃で殲滅されたはずのドイツ軍が突如現れたのか。これはハインリーチが移動防御と呼ばれる一次大戦以来の戦術を用いたためであった。攻撃の目標となる第一線の守備隊を攻撃開始直前に撤退させ、敵が第一線に到達した瞬間第二線より集中砲火を加えるという簡単な戦術だが、その実施は困難である。撤退が早すぎれば敵に気づかれ陣地を献上することになるし、遅すぎれば移動中にもろに砲撃を食らうこととなる。この撤退の決め手となる攻撃開始時刻はオーカーハーですら予想できなかったが、ハインリーチは執拗に行われた偵察よりこれを的確に予想し、攻撃開始前夜に第一線守備隊を撤退させ、ソ連軍の準備砲撃を無人の陣地に差し向けたのである。さて前線に話を戻すと、第一防衛線を確保したソ連軍は第二防衛線へ進撃するが、水路を横断するために数少ない橋に殺到したところをドイツ軍が集中砲火を加える。さらに工兵が新たに橋を架けようとすると、わずかに残ったドイツ砲兵がこれに砲撃する。サーチライトによる援護が全くな無意味であると判明した後、現場将校の何人かが消灯を求めたが、ジューコフは彼自身が考案した作戦の中止を許さず照射は続行された。陣地正面に対する攻撃は完全に失敗であると誰の目にも明らかであった。出羽他の方面ではどうだったのだろうか。泥濘北部に対する攻撃は午前5時に第9降下傭兵師団、7時にポセディンの第309歩兵師団に対して行われ、前者は地対戦闘しながら第二防衛線に撤退、その最中ネルビッチ駅西方で燃料切れで動けなくなったティガーと後者砲がその日の終わりまでに戦車90両を捕食った。後者は砲爆撃などで損害を負い、第一防衛線より撤退したが、ヒトラーの命令を受け第25装甲敵団兵師団が反撃し、2個分団相手を第1防衛線と第2防衛線の間で食い止めた。南部での突破の試みは攻撃開始の報告を受け駆けつけたクンマーク装甲敵団兵師団の反撃によりレブス北方で頓挫。全方向で攻撃が頓挫し、痺れを切らしたジューコフは、16日正午、スターリンヘ泥濘高地を奪取できていないことを電話で報告した後、部隊を再編させ、砲兵を前進させ今一度準備砲撃を実施した後攻撃を再開させることを目論んだ。またこの攻撃の際に予備として待機していた2個戦車群を投入、約1400両の戦車を持って泥濘高地を攻略しようとしたのである。だがこの判断は誤りであった。湿地と化した戦場では車両は地雷が埋設された道路を利用するほかないが、数少ない道路には前線から撤退する部隊、配置転換する砲兵、そして新たに投入された戦車がひしめき合い、道路上で大渋滞を起こし部隊は完全に麻痺していた。そしてそこには容赦なくドイツ軍砲兵による砲撃が加わる。危機として攻撃が進まない中、少数のホッケウルフがオーデル側にかかる船橋に特攻し何本かを破壊、そのため補給が遅れたことも追い打ちをかけた。それでも一日中容赦のない攻撃が続けられた結果、16日夕方には第4新鋭狙撃兵軍団が泥濘南側の鉄道駅を占領。だがあまりにも出血が大きかった。少なくとも確認されるだけで高地正面で撃破された戦車は361両に上り、歩兵の損害はもっと甚大であろう。第9軍指揮官ブッセの言葉を借りると、ソ連軍はどの地点でも突破に失敗したのみならず、高地への突入すら失敗したのである。結局16日時点でソ連軍は大きな成果を上げられず、攻勢初日はドイツ側の勝利に終わった。日付変わって17日早朝、800機の航空機による空爆の後午前10時より陣地に対する砲撃が開始。砲撃が終了した10時30分より3個軍団が再び泥濘高地正面に攻撃を仕掛けた。ここでドイツ空軍が全力で出撃し3188機の航空機が泥濘上空で地上軍を支援、進撃するソ連軍に猛攻撃を加える。これにより中央及び南部でのソ連軍の攻撃は危機として進まず、ひたすら損害を出すのみであった。北部の第309歩兵師団に対する攻撃は前日同様、
午前7時より行われたがあると、オーデル側東岸にて重量のヘッザーに支援されたドイツ空軍訓練生がこれを食い止める。偶像に撤退した第9降下傭兵師団に対する攻撃は午後に行われ、わずか2週間の訓練を受けた新兵で構成された師団であったが、偶像に配備された 8.8 センチ高射砲12門、10.5 センチ高射砲8門及び4連装2センチ高射機関砲数門を用い頑強に抵抗。ソ連側は増援として19時より2個戦車大隊、戦車40両を追加で投入したがドイツ側も第20装甲敵団兵師団から4号駆逐戦車の増援を得る。だがやはり多勢に無勢、激しい砲撃戦の末師団は兵員の 30% を喪失、高射砲もわずか2門にまで減った。このため17日深夜に師団は偶像より撤退することとなる。これに対し南部ではドルゲリンに対し攻撃が行われていたが、第 502SS 重戦車大隊第2中隊のティガー6両と対戦車バリケードに阻まれる。ソ連兵はこれを破壊すべく肉薄を仕掛けるが4両のイルベルイントがこれを射撃し民地の山を作りこの方面での攻撃も失敗。ゼーロー周辺においてドイツ軍は未だ陣地を保持し続けていたが問題はそのさらに南であった、アイクセル軍集団の右翼に位置する第4装甲軍の防衛線は攻勢初日より第1ウクライナ方面軍に突破されており、17日には第2防衛線をも食い破られソ連軍はシュプレー側まで到達、これによりゼーローのドイツ軍は南から包囲される危機に陥る。そしてそのゼーローに位置するドイツ軍も限界であり、増援を要請したところ第 11SS 装甲敵団兵師団と第 23SS 装甲敵団兵師団の増援が約束された。だがゼーローの町を守備していた師団は限界を迎えており、約2日にわたり砲爆撃と数倍もの敵の攻撃にさらされた第20装甲敵団兵師団と第303歩兵師団は17日深夜、とうとうソ連軍にゼーローを明け渡した。だがここにおいても地対戦闘しながら次の防衛線に撤退。なおも強く抵抗を続けていた。18日に再び第28親衛軍団がドルゲリンの村に攻撃を仕掛けるものの、5両となったティガーは前日に続いて交戦。ロケットの一斉射撃をも耐え切ったが後兵が露覚したパンツァーファウストと爆薬を用いてこれを撃破し突破される。その後空軍の支援を受けたクンマーク師団が反撃しなおもドルゲリンを維持した。北部と中部でもドイツ軍は未だに強く抵抗を続けており、第309歩兵師団はあると、オーデル川西岸の第2防衛線まで撤退。撤退した第9降下傭兵師団は早朝に命令なしに敗走したが、第18装甲敵団兵師団が同地点を維持。ゼーローより撤退する第20装甲敵団兵師団と第303歩兵師団を追撃するソ連軍が道路上で渋滞しているところを、空軍に支援されたミュンヒベルク装甲師団がこれを叩き、数十両の戦車を撃破。またトレブニッツ南西においても第 502SS 重戦車大隊とクンマーク師団が進軍してきたソ連軍戦車を多数撃破した。これらのおかげもあってかドイツ軍はこのシュトレブニッツやアンフェルデイマルクスドルフリート戦の線を維持することができた。だがこれ以上持ちこたえるにはさらなる増援が必要であり、ハインリーチは追加でヒトラーに増援を要請、その結果数個の国民突撃隊が翌日送られることとなった。18日午後第 23SS 装甲敵団兵師団がノイハンデンベルクに到着。その南方のウルコーをソ連軍が突破したが、第9降下傭兵師団の一部を収容した第 11SS 装甲師団がこれを阻止、戦車約50両を撃破した。これにより左翼の崩壊は何とか押しとどめられたが、それも時間の問題であった。南部においてはクンマーク師団の一大隊がなおもドルゲリンで徹底抗戦していたが、包囲を危惧し最終的には深夜に撤退。だが第 11SS 装甲軍団はなおもその陣地の大半を維持していた。18日23時30分の準備砲撃後ソ連軍はプラトコフに対し総攻撃を実施。ドイツ側は奮戦し翌朝まで持ちこたえたものの19日5時にとうとう陥落し、この方面を通過するソ連軍の障害がなくなった。だがソ連側の損害も無視できるものでなく、反壊した第8親衛軍と第1親衛戦車軍は統合を余儀なくされた。それでもソ連軍の攻撃はとどまるところを知らず、ドイツ側はついに最後の第3防衛線まで撤退。北部の第309歩兵師団が包囲を避けるため撤退したことから、第25装甲敵団兵師団及び第 11SS 装甲敵団兵師団への攻撃が始まる。19日朝にはミュンヒベルクを目指す部隊がディーダズドルフより出発、午前中にミュンヒベルクまで2キロ地点に迫っていた。だがその南部では未だに第 11SS 装甲軍団が陣地を維持しており、これに無防備に側面を晒している形となっていた。
これを機に第 23SS 装甲敵団兵士団の別部隊が側面を攻撃。マルクスドルフ近郊の高地を奪還し、前日に奪われた高射砲をも奪取。だがすぐに戦闘団は包囲されていることに気づき、即座に西へ撤退した。19日13時30分、ソ連軍3個軍団がダームスドルフ、ミュンヒベルク、ベーレンドルフの戦への攻撃を開始。左翼の部隊がじりじり押され、第 11SS 装甲師団は増援の国民突撃隊と第9降下傭兵師団の残余を収容しながら後方へ撤退。包囲を避けるためにミュンヒベルク守備隊は西に撤退、午後6時に同志はソ連軍の手中に落ちた。これにより防衛線は全て突破され、ドイツ軍は3集団に分かれることとなる。第101歩兵軍団及び第20装甲敵団兵士団の装甲旅団、第 23SS 装甲敵団兵士団の、で、ロイテル、戦闘団はエーバースアルデを目指し北へ撤退。ソ連軍の先遣隊を撃破しながら西へ向かい連合国軍に降伏した。第56装甲軍団と第 11SS 装甲敵団兵士団はベルリンへ撤退後、そこで戦いに巻き込まれ、全滅、おそらく少数の集団のみが連合国支配地域にたどり着いた。第 11SS 装甲集団は陣地へのソ連軍の攻撃をことごとく撃退したが、結果これが包囲につながり、南の第 5SS 山岳軍団と第 23SS 装甲敵団兵士団のヘネラル、セイファルト、戦闘団、第4装甲軍から引き抜いた5個師団と共に包囲される。それでも降伏を良しとせず、西を目指しハルベまで進撃。そして驚くべきことに22日にハインリーチに脱出許可を求めたフランクフルト守備隊が市街を放棄した後、なんと60キロもソ連軍支配地域を通り抜け、ハルベで第9軍残余と合流を果たしている。そしてこの第9軍残余もソ連軍の包囲網を突破し、第12軍と合流し連合国に降伏した。一連の戦いの結果、ドイツ側は約1万人が死傷、ソ連側は資料を開示していないため詳細は不明だが、約8万人が死傷し戦車約1000両を喪失。だがこの損害はソ連軍の侵攻を止めるほどのものでなく、約2週間後にベルリンが陥落し、ドイツは無条件降伏した。ゼーローにおけるドイツ側の成功は神々の黄昏における最後の輝きであったのだろう。だがその輝きが消える時、帝国もまた崩壊したのである。ご視聴ありがとうございました。